これでな、ラーメンも食べれたらな、幸せなんだけどな。明日ラーメン食べよう。うん、おいしい。しみる。いやー、今日はね、おいしい。でもやっぱ公演後のラーメンは格別なんですよ。うん、やっぱ劇場公演後に食べるラーメンは、うん、本当になんかもうすごい、もうラーメンの底力を感じる。あー、プリンうま。スーパー飲む派？飲みたい、全部飲みたい。もう飲みたいけど飲まない。うん、昨日の流れ星良かった。うん、ありがとうございます。そうだ、昨日も軽公演でした。もう今日のことが心配すぎて昨日も公演だったの忘れてた。羊さん部屋、ありがとうございます。今日はマリアちゃんの生誕祭だったので、君は羊ですか、いいえ馬ですの羊さんから取って羊部屋にしました。どうですかあの髪の長さでも羊ができるっていうことが証明された。メイクさんが頑張ってくれて実現されました。ありがとうございます。本日は公演ありがとうございました。いや、もう本当に、いや、もう本当に公演ありがとうございました。なんか久々の声出しだからめっちゃびっくりするかなって思ったの、自分的に。なんかそのコールにびっくりするかなって思ったんだけど、え、なんかやっぱりこう体に染みついてるのかわかんないけど、なんかあ、これだみたいななって、すごいなんかもうスンって入ってきて、もうめっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。これもあの軽公園のあの、あ、タワー来てる。待ってねタワー誰さん、マカロニ48さん、ありがとうございます。珍しい。そう、でもあのこれ全然いいんだけど、全然いいんだけど、あの軽公演のわがままな流れ星で、あの何回かやっていくうちに、なんか手拍子、わがままなみたいな流れ星みたいな、なんかあれ違うかな、これじゃなんかね、面白いところでねパンパンみたいのがね入って、それを初めて聞いた時に軽公演で、そうびっくりして、なんだこの手拍子はと思って、そうちょっと歌詞間違えました。はい、そうそれぐらいかな、びっくりしたの。そうだから今日もびっくりするかなと思ったんですけど、全然、うん、なんかもうすごい懐かしい、懐かしいというか、いやもう嬉しかったですね。もうあ、これこれってないう感じで、はい。
うん、なんか昨日も公園で今日も公園ですごいありがたいです。ありがとうございます。でも今日この髪型してたらみんな褒めてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。やっぱファンの方にね可愛いって言ってもらえるのもいい、嬉しいですけど、身内というかやっぱ身内に褒められるとなんかこうなんかやっぱ正直な意見な気がするから、お世辞とかあんま言わないじゃないですか。そうだからなんかめっちゃ嬉しかった。辻さんヘアかわちい、やったかわちい。首が細長く見えた。あ、ほんと？ここ出してるからかな。嬉しい。マリアだから羊。そうそうそう。ハッピーバレンタイン。髪型いつから決めてたの？なんか、なんとなくこの髪型をしてみたいなってなんかちょっと思ってて、なんとなくそういつできるかなと思って、そうなんか昨日今日あたりでやろうかなみたいな。そうでも今日マリアの生誕祭で羊ってことでちょうどいいやんってなって、感じですね。めっちゃうまこのプリン。なんかさ、ひまわりでさ、ユニットのひまわりで麦わら帽子かぶるじゃないですか。なんかカンカン帽みたいなやつかぶるんですけど、だからここで帽子が止まるからさ、こうなんか帽子がかぶってるっていうか乗っかっちゃってる感じになって、そう面白かったです。そう今日は佐穂さんと初めて一緒に公園に出て、そうでも初めてと思えないぐらい、なんかてかもうその前結構佐穂さんとは絡みあるっていうかあるんですけど、なんか一緒に舞台とか出てたりマジムリのそうだから一緒にご飯も行ったことあるし、二人じゃないですけど、だからすごいなんかはじめまして緊張っていう感じしなくて、あさほさんイエーイみたいな、なんかそうめっちゃ安心感というか嬉しかったですね、さほさんと一緒に出れて。チーム一緒になったことないから、うん、そうなんですよ。やっぱチーム違うとね、全然公演に関しては全然出る機会ないから、なんか僕隊ってだからいろんなチームのメンバーがさこう混ざり合うからいいですよね。続いて
ゆうなちゃんがくれた生チョコサンドクッキーを食べたいと思います。美味しそう。おいしい。うんふん。うん。はい、バレンタインって幸せ。おいしい。サヤリンはあのガトーショコラくれました。めっちゃ美味しかったです。断面見せてどういうこと。今日はお昼に食べようと思ったからし明太子、賞味期限が今日の午後8時までなんですけど、まだ食べれるかな。じゃあおにぎり食べます。おにぎりってさ、抜くの大変だよね。いただきます。ファミマよく行く？ファミマ、今日はファミマだったかな。でもファミマは海鮮系があるから、だからお昼はこれとあのサーモンおにぎりみたいなの食べました。
ファミマは海鮮系が売ってるのでおにぎりめっちゃいいです。セブンはあんまり海鮮系売ってないんですけど、こんばんは、こんばんは。まあ右最近はこんな感じなんだね。どんな感じ？意外なのかな。意外？からし明太子です。こんばんは。でも緩くなくない？今日結構活発な方。今日喋ってる方かもしれない。さっきの方が喋ってた。明日は生配信。あ、そう。そうです。ロガールの生配信で。です。皆さん、今日のパチパチ見てくれましたか？なんか初期面対2代目みたいな。今日の6時から。公園入ってた。そうだよね。そっかそっか、確かにそうだわ。公園だわ。うん、じゃあ、ありがとうございます。エモかったね。エモいね。でも面白かったです。なんじゃもんじゃが面白かった。
ね、明日も早いという早いというか、まあ早いっちゃ早いのでそろそろ終わろうかな。ハッピーバレンタインでした。ハッピーバレンタイン。ランキング読みます。13位わたあめさん、12位茶太郎さん、11位よしくにさん、10位さくらのお友達さん、9位 YSA73 ハッピーバレンタインさん、8位やすさん、7位あやねが大好きあやね大福さん、6位さとちおにしぐんさん、5位なつめあやね大福さん、4位のりあやね大福さん、3位やすべえさん、2位お父さんさいたまさん、1位マカロニ48さん、ありがとうございました。ではみんなハッピーバレンタインでした。バイバーイ、おやすみー。